ってくるんですか。幻想的ですね。キリンバタが入って、どうかお前の あれ滑るからな、サンダルで。いや、楽しくてお前こんな山道降りてくんだよ。それも獣道みたいな。いや、クソんとこが滑るんだって。うん、道張ってんのこれ。はーい、マダロー高原、雪がないけどもリフトに乗ってちょっと新潟と長野県の県境ベンチに行ってきます。絶対ベンチビシャビシャじゃん。ビシャビシャ、座れねえよ。まあ、とりあえずテスラゴールですね。え、もう、え、夏のリフトだ。白じゃなくて、なんか違和感あるね。いや、なんかリフトに乗って山登ってさ、県境行くの。県境はね。まあでも大事だ。これ大事だ。なんか心なしかスピードアップしてるんですよ。なんだろうね。獣道。めっちゃ濃くなってる霧が。入るっていう選択肢があった。あった。霧の中で歩くって何かいいじゃん。よし、行こう。はい、ありがとうございました。あと鬼の、リバーラインとか。こっち。はい。はい、ありがとう。ここコースじゃん。まあ、これ滑ったもんだって。もう滑ってみたって。なあ。あ、この辺があったね。行った行った。行きましたね。これだこれだ。県境ベンチ。だけどさっきの人、県境って言ってたじゃん。県境ベンチって言ってた。でもこれどう考えたって県境なんだよ。県境。はい、到着。長野県、新潟県、ここが県境。おお。あ、お父ちゃん今新潟県です。はい、長野。新潟。いいよ、座って。あ、これ県境。ああ、なんか反復横跳びしてんだけど。県境のラインでーす。県境で反復横跳びしてるから、うん。こっち見てやれよ。やだ。はい、新潟と長野県をまたいでいます。またいでますね。間違いない。じゃあ一瞬にして県をまたいでください。はい、今は新潟ですね。おお、山形は出ないや。長野。お、新潟。長野。新潟、長野。新潟、長野。何やってんだ。完全獣道、折り羽になりました。おー、へい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 。気をつけろよ。滑るからな、滑るからな。まあ、1キロぐらいだから、まあ。いや、草んとこが滑るんだって。うん。何が悲しくてお前こんな山道降りてくんだよ。それも獣道みたいな。それではこの獣道を、キノコがめっちゃ入ってる、歩いて帰りたいと思います。完全に遭難したような、遭難した時だな気分ですけど、
よいしょ、でかっ。何があるんだろう。よいしょ、道張ってんのこれ。もう全然道になってる。草生えてないじゃん。全然道になってんだよ。いや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 、ないよ。うわめっちゃめちゃもうダメだ。あ、これもびっくりだ。ちょっと入りなくてよかった。なんで湧き水。よいしょ、本当に道道だよ。あ、スマホめっちゃ慌てて、これよいしょよいしょ。あー、クマいる、絶対クマいる。道合ってんのかね、これ。うわ、もう遭難したら、してたらどうしようと思って。これ遭難でしょ。いやいや、遭難だよな。遭難、完全に回す。もうなんかサンダルだから、転んで骨でもって。いや、転びはしなかった。あのね、お父ちゃんが途中で道間違えたの。想像したよ。違うよ、こっちじゃねえかな。でも案内がこっちになってる。いや、キャンプ場が見えたの。こっちこっち。なんかよ、いい運動になったじゃん、こうやって見れば。マジで仕事結構心配したよ。真っ白だし。すごいよね。びっくりしたよ、俺。いや、これ絶対違うなと思いながら。でも道になってるよ。道になってるし、案内の看板はあったし、今はね、普通でね。いや、なんとかなる。遭難して、いや、あれ遭難だから。遭難だから。骨折って動けなくなって、携帯の電源が切れて寝なくなった。いや、携帯の電源2人でもう 80% ぐらいあったから。違うんですよ、 30% しかなかった。お父ちゃん30だったから。30%。ママは何時になったら警察に捜査許可を出してもらえばいいのだろうかとか、それでテレビの取材が来ちゃったらどうしよう。いやいやいや、もういろんなこと考えてる。ほら、キリよ、もキリ。いやいやいや、やる気。本当にあれは遭難。まあ、あれ遭難だな。そうなん。すごくね。ランタンいらないです。あ、持ってきたね。やったー。あと目がやばしい。目がね。一回じゃあ手座りな。タイのお皿これだから。ちょっと冷まさないと。やけどするから。相当湯気出てる。フォークあるよ。あ、たったあちゃんにしたけどさ、大人は日本酒にしたんだけど、フォークがいい。お箸の方がね、食べやすいよね。お、あ、やばい、エビが1個落ちた。あ、落ちた。大丈夫、大丈夫。やばい、たいちゃん、ほら、またさ、卵出てきたよ。卵もらっていいですか。いいよ、どんどん食う。いただきます。